お前の父親はどの程度ドワーフの技術を継承しているのだ。どの程度って全部じゃないのか。クルシスに吸収されなかったドワーフは自由と引き換えに様々な技術を失っていった。お前の父もそんなドワーフの生き残りだろう。そうか。だからアルテスタさんと親父じゃ知っていることが違うのか。巫女の病、大工では無理かもしれぬな。そんな。